今日はですね、ケアンズ市内から車で5分、このマルグレーブロードの、ハイウェイのところに、ありますサロンを構えてます、このロミロミハワイアンマッサージをされています、こちらのユミコさんにですね、ケアンズさんいろいろお伺いしたいと思います。じゃあちょっとサロンの中に入っていこうと思います。今日はよろしくお願いいたします。ケアンズ在住者の経験から聞くガイドブックに載ってない生の情報、レッツゴー。ケアンズラブラブ、あなたはケアンズの虜にしちゃうぞ。ケアンズウェディングプランナーをしてますエドワードレゴです。よろしくお願いします。今日はロミロミをされているですね、ユミコさんにいろいろとお伺いしたいと思いますが、早速自己紹介お願いします。はい、ハワイ伝統医療ロミロミのセラピストとインストラクターをケアンズでしております、ユミコと申します。よろしくお願いいたします。よろしくお願いします。早速ロミロミって何ですか？ロミロミとはハワイアンマッサージのことなんですけれども、うんうんうん、ハワイで伝統的に伝わっている医療なんですね。実はロミロミってこう優しい感じのイメージを持ってる人多いんですけれども、うんうんうん、実はルアというハワイアン武術から来てるので、骨継ぎだったりとか、当時はそういう、まあ、もちろんお医者さんとかない時代のポリネシアの時代のとかは、怪我をした人はみんなロミロミを受けて治す、そういったマッサージになります。初めて聞く人多いんじゃないでしょうかね。じゃあそんなロミロミをオーストラリアでやろうってきっかけは何だったんですか？実はですね、2011年の3月11日にあった東日本大震災の際に、私当時6ヶ月のお腹の中に、まあ、妊娠中で里帰りをしてたんですけれども、その際に、まあ、被災といいますか、私は東京エリアにいたので、うん、何も問題はなかったんですが、まあ、その際に何かこう、まあ、毎日ちょっとこう軽くうつ状態じゃないですけれどもなってしまって、で何が私なんでこう生かされたんだろうこの世の中にって、まあ、ちょっとこう自問自答した時期にパーンってロミロミって降りてきたんです。で、まあ、その当時ロミロミって感じだったんですけれども、まあ、それで、あ、そういうことか、それをしていけば何かこう自分が人のために何か役立てることができるのかなと思って、それがきっかけでしたね。すごいですね。そのやる前は何をされてたんですか？実は日本ではずっとジュエリー屋さんの販売員と店長をしてまして、全然違って全くそんなマッサージとかは一切やったことなくて、すごい、震災からちょっとそうだったんですよね。すごいきっかけですね。まあ、それでいろんな人を、ね、幸せに、もう本当にそういうね、やっぱり心の病であったりとか、まあ、体のもちろん怪我であったりとか、そういう不調を治していきながら、まあ、その方がより豊かな生活になるために自らの手でできるっていうのって素晴らしいことかなと思って、さらにこう英語力が当時は私全くなかったので、まあ、その英語力がない私でもオーストラリアの人を含め、もちろんまあ世界各国に飛んでもいけるなと思って、手一つで、なのでそれもまたちょっと魅力的だと思います。そうですね、はい。じゃあそのロミロミって、まあ、普通のマッサージと、まあね、今もちょっとお話しいただいて、なんか特に違うところってあるんです？大きな違いはですね、ボディマインドスピリットって聞いたことある方も多いと思うんですけれども、それをですね、真ん中の中心、その一番バランスの良い状態に持っていくってことが目的なので、例えば、まあ、ちょっと悲しい出来事があってお腹が痛いなってことあったりするじゃないですか、そういう時もロミロミを受けることで、まあ、体からのアプローチなんですけれども、エネルギーワークも同時に行われるマッサージなので、一緒にこうエネルギーブロックもフラッシュアウトする、外に排出できるんですね。なのでそれがちょっと大きな違いで、あとお祈りから始まってお祈りで終わるっていうマッサージなので、それもまたちょっと他のマッサージではなかなかないものか、スピリチュアル的な部分もあるっていう、ね、はい、そういうものもあるので、まあ、ちょっと大きな違いっていうと、ただのボディワークでは全くないっていうのが一番大きなポイントかもしれない。私一回顔のロミロミを受けた時にもうびっくりして、はい、手を顔の中を持って中からマッサージをするっていうね、はい、あれはもう本当に
くりしましたけども。そうですね、あのやはり顔の筋肉もあの触っていくんですね、体だけではなくて。で顔の筋肉ってやっぱいろいろとこう首であったり肩であったりあのコネクトしてますので、まあ、顔もやることであのお顔のリフトアップもそうですし、まあ、あのほうれい線とか皆さん気になるところだと思うんですけど、中からグイグイね、すごい、あのこんなことされたことないね、そうそう、こんなことされたことないってよく言われますけど、そうそうそう、びっくりしましたけど、でもなんかすっきりした感じで、そうですね、うん、すごい良かったです、はい、いやそんなね、もうなんかロミロミをされてるユミコさんがこう、はい、ケアンズでなんか休日行く場所とかってありますか？アサートン、アサートン高原、アサートン高原が大好きで、もともと高原とかそういうなんか、日本でいう八ヶ岳とか、うんうん、そういうところがすごく好きなんですけれど、うんうん、あのケアンズって海のイメージ強い中で、うん、あの滝があったりですね、あと大きな高原というか牧場があったりとか、うんうん、まあ、すごくこう別世界に行く感じになるので、うんうんうん、結構好きでよく行きます。じゃあもう休日は滝行ったりとか、そうですね、海行ったりとか、そうですね、うん、まあ、ちょっとこうなんか排出したいな、あのデトックスしたいなって時はビーチに行って、流す感じで流して、でこうエネルギーをチャージしたいなって時は山に行く、滝とか見てこうチャージする感じ、すごくこうマイナスイオン浴びながら自然のエネルギーチャージする感じ、そういう感じでね、どっか出かけたことないのでちょっと今度意識してみます。はい、ありがとうございます、はい、じゃあこれからケアに来る方とかアドバイスもしあればお願いします、うん、ぜひね、無添加のものであったりとか、うん、無農薬のものが簡単に手に入りやすい土地なので、うん、あのぜひあのもちろんね、外でレストランで美味しい食事取られるのもありだと思うんですけど、例えば朝のお食事をちょっとこうオーガニックのフルーツを取ってみるとか、うん、そういうのがすごくおすすめですね、うん、ぜひあのこうその時もデトックスになりますから、日本から来られた方には美味しい、そういうあの地産地消じゃないですけれども、あの地域のものを取っていただけたらと思います。いいですね、スーパーにもオーガニックのね、いろいろあります、売ってるし、あと週末金土日はラスティーマーケットでオーガニックのもう本当に生のお野菜とか果物もありますね、そういうのを、まあ、召し上がってくださいっていう、そうですね、アドバイスでしょうかね。はい、ぜひぜひ。はい、じゃあそれを意識してケアンズでの、まあ、オーガニックの自然の食事も楽しんでいただければ、そうですね、思います。はい、ユミコさん、最後になんかもしよければ告知とかありますか？ありがとうございます。実はですね、こちらあのケアンズで唯一あのハワイアンマッサージが学べるスクールですので、うん、あのもしよろしければケアンズであの学んでみたい、ハワイアンマッサージ学んでみたいっていう方はですね、1日講習からあります、うんうん、で、さらに、まあ、7日間あれば、1週間あればあのフルボディのマッサージも学べますので、よろしければ、私のメロキアロミロミの Facebook ページもしくは、ホームページ、あとインスタグラムからご連絡を、概要欄に載せてます。ぜひお問い合わせしてみてくださいね。もうハワイより、ね、オーストラリア時差1時間なので、はい、パッと来てパッと講習受けることもできるので来やすいと思います。お忙しい方にもぜひぜひおすすめです。ありがとうございます。じゃあ皆さん、ケアンズに来てね、ロミロミもぜひ受けてください。